アルメシエチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。リスクマネジメントジャーナルの第76回目ということで、また今日も、東京会の石川恵子理事とともに進めてまいりたいと思います。石川理事、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、早速ですが、今日のテーマ、今日のテーマは、はい、ちょっと時間経ってるんですけれども、はい、アンジャッシュ渡部さんの記者会見について。アンジャッシュ渡部、はい、まあ、相馬さん得意じゃないと思うんだけど、多目的トイレです多目的トイレのあれですね。まあ、でもそっちの中身じゃなくて、この間12月3日に記者会見が行われまして、あ、しましたね、はい、なんか紛糾してましてね、で、私のところにも随分問い合わせも来て解説もしたんですけど、当日ライブで見てたんですけど、ちょっとこうあんまりやる気にならなくて、しばらくほっといたんですね。というのは、その会見自体が変な、もう解説したくないような内容だったところですか？それがね、最初ね、どうしてなのかが分かんなかった。なんかね、もう会見見てる最中からすごく気分が悪くなって、で、私は気分が悪くなった原因は、彼がやったことに対して気分が悪くなったのかなと思った。まあね、内容もね、ひどいからね。そうなのかなと思って、それであんまりこう、活気にならなくて、クラクラしてたんだけど、その解説の依頼があって、テレビ局だとか、ビズスパとかにコメントして、しながら、コメントする中で自分が整理できてきてね、はい、で、今日やっと、ヤフーにも記事を、記事の原稿を書いたので、ようやく自分でね、分かったの、理由が。なんでかっていうのが。それでね、もう、まさに話したくて、仕方がないなと思って、聞いてくれる？ぜひ、ぜひ話してください。はい。録画してるんで、みんなに聞いてもらいますけどね。そうですね、皆さんね。なんで気分が悪くなったのか、要するにね、とっても後味が悪い会見だった。一言で言うと、どんな会見だったかというと、後味が悪い会見だったっていうことね。会見自体がね。で、なぜ後味が悪いのかっていうと、いくつか理由があるんですけど、その最初の出だしは、彼は謝罪のモードで来て、本当にこうひたすら謝るような形だったので、あまりうまくはないんですけどね、その記者からの質問に対して、ごもってしまったり、そんなに悪くはないなと思ってたんですよ。なんでこの半年後に謝罪会見するんだとかね、遅いじゃないかって言われて、そういうことに対して非常に負けなかった。こんな風になるとは思わなかった。自分の考えが甘かったとか、そういうことを言っていたし、この会見の目的なんですかって聞かれて、これは本当に遅くなってしまったんですけれども、謝罪をしたいと思いますということで、彼としては謝罪を目的にする会見だというふうに言っていたんですね。滑り出しはそんな形で、その記者の質問が、とかと思うのもあったんですけど、例のごとくね、いろいろ性癖が聞いたり、性癖が何だとか、それから、新聞院に行ったんですかとか、病名がついてるんですかとか、本当になんかこう、大丈夫ですか、報道陣みたいなね、そんな状況、で、それもちょっと聞くに耐えなかったんですけども、それに対して、彼はこうどんどん追い詰められていくわけ、追い詰められていって、で、途中で誰かが止めるかなと思ったら誰も止めなかったの。要するに仕切り役がいなくて、司会もいなかったんですか？そう、仕切り役、ちゃんと見てないんだけど、仕切り役がいなくて、司会がいない、いない。私ちょっと初めて、よく考えたらそんな謝罪会見初めてだなと思って、で、しかもぶら下がりということで、立って、よくね、芸能人がやるね、そうすると30分ぐらいで終わるだろうって普通思うじゃない、ぶら下がりってそんなに長時間やるものじゃないね、立ちっぱなしですからね、そしたらもうどんどん長くなって結局100分やってるっていうね、ぶら下がりで100分って、もうこれも驚きよね。100分っていうともう1時間半以上1時間半、そう。だからもう途中で聞いて質問もどんどんループし始めるし、これは復帰の会見じゃないんだと、復帰ということではなくてみたいなね、そういう話になっていって、もういろんなところでから記者からも芸能レポーター中心に質問があって、それを仕切る人がいなかったもんだから、どん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 こういじめてるように見えてくるっていうか、公開いじめみたいな状況になってしまって、レポーターから、そうですね、質問攻めにされて、答えられないと、要するに番組に関して、先に収録したんじゃないかとか、
復帰の会見じゃないんですかとか、そういう質問があったんですけど、いや、それについては答えられないということで、彼としては答えられない、番組については答えられない、収録に関しては答えられないということで、うん、まあ、それを貫き通していたのね、まあ、言えないことは言えないって彼の中で決めて出てきてるのは、まあ、それはいいとは思うんだけども、うん、そういう質問がずっと同じことがもう何回も繰り返されていて、でそれをセーブする人が誰もいなかったから、公開のような状況になっていってしまったので、だから見てる私たちも、見ていられないというか、そのいじめに加担してるみたいな気分になってきたのね。だから気分が悪くなったんだと思うの。なるほど。で、彼を助ける人が誰もいないという状況の中で、みんなが寄ってたかって、うん、まあ、彼を、まあ、攻め立てるような形になったので、まあ、そこで一人でも仕切り役がいて、いや、その質問については今答えられませんとか、あれ、もうここで会見は終わりですと、ということで、ちゃんと終わってくれるというか、そのちゃんと仕切って、でその回答、その質問、先ほども同じ回答があったので、質問がありましたけど、それについては回答できないので、もうこれについてはしまいにしてくださいというふうに、セーブする人が誰もいなかったから、昨日と正直言って気の毒になってくるというか、だから見てる人が気分が悪くなる。なんか公開いじめみたいな、そういう。うん、雰囲気いい、そうなんです。だから見てる人が不愉快になる、うん。要するに見てるだけ、いじめって見てるだけでもダメじゃない。いけないことね、気分悪くなりますからね。止めに入らなくちゃいけないんだけども、視聴者は止めに入れないし、だから私も途中で本当によっぽどやめようかなと思ったぐらいなんですね。でももうすぐ終わるだろう、もうすぐ終わるだろうと思ってたし、一応解説を事前に依頼されてたので、見てくださいって言われてたので、仕方ないから見てたんですけど、他の方に聞くと、もう見てられなくて途中で切りましたっていう方が何人かいたので、まあ、そういう意味では見てる人を不愉快にしてしまう、会見の雰囲気そのものがとても良くなかったっていうのがあって、おそらく報道陣もあまり良くない雰囲気だって自分たちでも感じてたんじゃないかなと思いますね。まあまあ、そのテーマがテーマの謝罪会見だからね、それは気分良い、いい会見にはならないんだろうけれども、うん、それでも、うん、そうです、でも、まあ、彼もその多目的トイレに関しては不適切な使用してしまいました、申し訳ありませんって言ってたし、でその一質問もあったのね、この多目的トイレって何のためにあるか分かってますかって言われた、もう障害者のため、そういうエビッカの方とかのためにあるんですけど、本当すいませんっていう、ね、いうことで、まあ、彼も一応謝ってはいるんだけど、その内容もね、本当に謝るんだったらちゃんと多目的トイレ掃除してよと私は思うんだけど、毎日掃除するとかね、無期限の自粛とか、そういうもう少し強い、もう少し強いメッセージを出せたら、それはもっとより良かったんですけれども、それよりも、やっぱりこの全体の雰囲気がとても良くなかったなと、後味がとにかく悪い。ということは、あれですかね、その、ああいう会見ってわからないけど、その、企業とはまた違うんでしょうけど、それでもやっぱり指揮役というか、その事務所が ああいう人って事務所に、ね、所属してて、事務所があって、事務所がどういう会見にするかってコントロールをした上で、やっぱね、タレントっては商品だから、ある意味でね、出すんでしょうけど、そういうのが一切なかったっていう感じ、あったのかもしれないけど、わからない、気づかなかった。それで、よくよく聞くと、例えばこれから始めます、はい、来ますっていうアナウンスをする人がいて、でその人に対して記者が、レポーターが、時間制限あるんですかって聞いて、でその方はありませんって答えてる。そういうのも司会はいたことはいたんだ、事務所の方はどうやらいたんですよ、いたんだろうと思います、だってそのアナウンス最初にしてるし、 そうですね、それから立ち去るときに彼一礼しないで出てっちゃったんですけど、また戻ってきて、あ、一礼しないで行っちゃったなと思ったら、戻ってきて一礼したんですよ、また。ということは、裏でちゃんと一礼してきなさいっていう人いたはずですよね、そうすると。つまり、いたんですよ、いた。記事を出す人は。いたんだろうと思います。でも、仕切らなかったっていうことですね。でそれが、わざとなのか、仕切り方がわからなかったのか、そこが、なんかこう、わざとなのかなって、しかも7時からだしって一番目立つ時間ですよね。あ、でそういう意味でも
もう仕切らなかったのは悪いし、仕切らなかったのは悪いんだけども、意図的に仕切らなかったのかもしれないなと思ったら、もっと気分が悪くなってきて、うん、そうですね、うん、そういう意味で、とても後味が悪い会見になってしまったんですよね。そうですね、うん、でその賛否両論というか、やっても意味がなかったとか、まあ、かえって悪かったとか、あるいはまあ報道に対する批判もすごく多くて、うん、同じ質問何度も繰り返してるとか、うん、報道側が悪いんじゃないかという意見もあったりして、うん、そういう意味では本当に会見のやり方を、まあうんまあ、考えなければいけないというかね、まあ、仕切り役がない、うん、そもそもないのもいけないし、そうですね、仕切り役がいなければ、うんまあ、報道側から、まあ、自主的に、何らかまあ、誰か仕切る人いないなと思ったら何らか事前策を立てるというか、うん、そういう動きがあってもよかったんじゃないかなと思うんですね。それが非常に長くなってしまって、まあ、しかも同じ質問何度も繰り返して、ちょっと非常に見苦しい会見になってしまった、まあ、とにかく彼を守る人が一人もいないという構図自体が良くなかったんですよ、うん、でそれは子どもたちにとっても私は、ね、良い影響は与えない、うん、この今記者会見ってライブで配信されてしまうので、ああいうのを子どもが見たら非常に悪い影響を与えるなっていうのもあったし、うん、やはりそこは、うんまあ、そういったことを、まあ、許してはいけないわけなのでね、公開時みたいな状況を見せてはいけないから、そうならないように、あそうなりそうだったら、あるいはそうなってしまったら、そこは誰かがもっと介入するなり、まあ、通常記者クラブだと幹事社がいてちゃんと仕切るんだけど、うん、そう、うん、仕切る人がいないなとなったら、まあ、何らかの、まあ、策を立てる、仕切り役を立てるなり、まあ、ベテラン記者が出ていくなりして、まあ、整理をするということをしないと、うん、誰か一人でも、まあ、彼をかばう、たった一人でもいいからそういうアクションに出る人が出てくれればよかったなって思いますね、うん、そういう意味で後味が強い。そうですね、結局みんなでね、こう本当にまさにいじめてるみたいな会見に、まあ、もちろんやったことの謝罪会見ですからね、そういうのを追及するとかそういうことあるんでしょうけど、まあなんかちょ私もちゃんと見てるわけじゃないですけども、いろいろこうちょっとしたニュースになってるのを見るとひどい会見だったっていうのがいろいろ出てきているので、そういう意味ではまあ彼のその復帰するために出てきたんでしょうからね、その、まあ、そこもね、目的もね、うん、いや目的はね、謝罪会見だったんですよ、うん、で謝罪のための会見だって彼は回答してるんです。なるほど。ただ先に収録しちゃって、まあ、それのまましれっと出たらいけないなと思ったからちゃんと謝罪しますって言ってたので、もちろん復帰のことばっかり、年末の番組を撮って先に収録しちゃったんです、収録しちゃったっていう、はい、その判断自体も、うん、なんか叩かれる原因になっちゃったんですね。そうなんです、うん、まあ順序が逆ですよと、うんうん、まあ、もちろんねちゃんと半年前にちゃんとやって、そして今あの時やってれば今は復帰の会見になったんだけども、うん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 、やらないまんま復帰のために見えるような中途半端な会見をしてしまったということで批判はされてるんですけれども、ね、まあ、それは本当にその通りなんですけど、その通りとは言いつつも、私はとっても後味が悪くなった原因は仕切り役がいなかった、そして、彼を一人でもかばう人がいなかったっていうのが、こう見ていてとても不愉快になるということの原因だった、うん、そういうことって今まであったんですか？そのいやあんまりない。謝罪会見で仕切り役がいない謝罪会見なんて私初めてかな、うん、例えばね司会役が仕切れないとか、うまくないとかね、うん、あそうそう、そういうことは日大の介入しすぎてとかね、もう記者を罵倒してみたいなね、そういうのだったらありますよ、うん、うまくできない、うまくできないっていうのはあるんですよ、うん、でもいないっていう構図は初めてだったので、まあ、もしかしたらいたのかもしれないけど、ほとんど機能しないという状態だったのは、なんで守んなかったのかなというのがありますよね。いたのにやんなかったということに対する不信感かしらね。事務所としてはもう なんていうんですか、もう完全にね、そのタレントの生命終わっちゃうじゃないですかね。そうですよね。変なそれをさせないようにするのが
事務所の役目だと思うんですけど、まあ、そこまでちゃんと打ち合わせもできてなかったのかもしれませんしね、うん、ちょっとわかんないけどね、まあ、準備不足だったのかもしれないし、うん、いてもしきれないって、まあ、なかなかこうヒートアップする記者に対して立ち向かっていくのは大変なんですけれども、まあ、その人がいないと、うん、もう相当汗かいてたし、なんかでこういうほらこうマスクっていうか、うんうんね、ビニールのあれもしてたんでしょ、フェイスマスクみたいなもの、はい、だからまあもうあることあれもああだこうだって騒がれてたみたいな感じだったけど、いろんなこと言われちゃう感じになっちゃってるんでしょうね、うん、まあ、今回悲惨ですよね、うん、彼はね、そのもう全方向が敵だもんねやったこと自体がね、女性から老若男女から、ね、うん、誰もこうかばえる人がいないっていうようなことをやっちゃってるから、うん、まあでもその記者会見ぐらい仕切ってるよっていう感じよね、まあ、記者会見仕切らなくてどうするのっていうねだからみんなしてこう追求するような感じになっちゃってるからね、うん、そうだから見ていて気分が悪くなってしまったっていうのが、うん、まあ、自分自身でもよく分かったっていうか、少し時間が経ってどうしてこんなに気分が悪いのかなっていうのを考えた結果、まあ、やっぱりその仕切られていないから、まあ、みんなで寄ってたかったっていう構図を見るだけで、や、あの加害者、自分たちも加害者になってるような加担してるみたいな気分になってきてしまう、まあ、見苦しい、正直言って見苦しいっていうね、うん、ことをね、言えないって言ってるのにずっとこう追求するわけだから、ああなるほど、うん、やっぱそこは、まあ、言えないことは言えない、まあ、それが理不尽であったとしてもね、それは言えないと、うんうん、ことであればそこは仕切ってもう終わりにする、しかも100分ぶら下がりだったらもちろん100分やる必要もないし、うん、と思いますし、うん、まあ、やるんだったらちゃんと記者会見という形をとって、やる、仕切ってやるという方法もあったでしょうし、そうですね、うん、あの本来、まあ、やるべきこと、まあ、謝罪の内容ももう少しあの、まあ、丁寧に謝罪する、あるいはちゃんとこう、まあ、二度とし、まあ、多目的トイレそんな風に使いませんという、もう二度と使わない、決意をするとかね、と、うん、いうことももっと全部してください。事件から出てきたの初めてだったんですよね、今回多分ね。あ、そうですね、うん、だからそれ半年待たせてね、社会部、うん、週刊誌の記者を半年待たせてたらね、これああなるわなっていう感じもしますけど、うん、ね、週刊誌の、うん、単独インタビューには答えたんだって。だから、一点単独にこって答えたから、うん、もうそれでいいだろうっていうふうに思ったと。じゃあちょっと甘かったのかな、その対応、うん、マスコミ対応もね、うん、そういうことですね。だからそもそも良くないんだけど、でももうそこはもちろんね、うん、まあ、30分ぐらいでいいでしょうと私は思いますけどね、まあそう、うん、まあ、全体的にあの、まあ、きちんとしてなかったっていうのも中途半端だったっていうのもあるんですけど、まあ、後味の悪さの一番の原因は仕切り役がいなくて、他で、まあ、記者の質問を仕切る人がいなかったというのが一番大きいなというふうに私の中では思ったので、うん、まあ、記者会見分析だからね、これ以上突っ込んで分析する必要があるかどうかわからないけど、はい、少なくともそのさっき言ったさ、今思い出したけど、そのまず撮影をこう謹慎中にもかかわらず撮影を先にしちゃった後発表みたいなこともやっぱり世間的にもすごく心象悪いしね、だから全体の仕切りがね、記者会見だけじゃなくて幼稚というか、なんというか、そんな感じはしますよね。本当に彼を復帰させたいと事務所側も思ってるのかどうかっていうことも含めてね、こうちょっとひどいやり方だなというふうな感じがしますけどね、うん、そうですね、ちょっと終わっちゃうんじゃないかなって気がね、しますよね、うん、まあ、ちょっとそこをあのアンジャッシュ渡部さん、ちょっと注目の会見だったので、あと私の第2波って書いてあるんですけどなんだかなみたいな話うん、まあでもちょっと教訓に、企業も教訓にしないといけない感じはするんですかね。そうですね。ああいう、うん、ちょっとひどい会見というか、何のために開いたのかっていう感じですもんね。うん、そうですね。まあ、ちゃんとあの仕切り役ぐらいちゃんと立てましょうというのが、もう最低限立ててくださいというのがありますけどね。うん、そうですね。はい、わかりました。じゃあ今日は、はい、芸能人ですけども、はい、ね、渡部さんの会見についてということで解説をいただきましたと。ということで、今週はこれで終わりということになります。ありがとうございました。また来週。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。
うん。